仕事の上に荒らしてはい、あー、はい、確かに、はい、今年は春先に陽気が良くてすごく柔らかい麺になっているので、まあ、美味しいお茶、新茶ができるんじゃないかなと思います、ね、あの免疫力を高める、まあ、あの飲み物でもあるので、まあ、飲むだけじゃなくて、まあ、あのお茶っ葉も茶殻を食べたりお茶っ葉あの新芽を食べたりですね、そういう丸ごとお茶の成分も取ってもらって、まあ、健康になっていただければなというふうに思います。